この形、見てるとワクワクしてくるかも。変わった形であることは確かですが、ワクワクするという理由がわからないのですが。この形って、ウォド小説とかに出てくる宇宙ステーションの形にそっくりなんです。カノンさんは、ウォは読まないんですか？今の宇宙船内での生活自体が、ウォドそのものですので。それとこれとは別です。宇宙船の中で生活する話だけが、ウォの全てじゃないんですよ。どうやらエオナッサルは、私が思っていた以上に好奇心の塊だったようですね。そうですか。そんなことはないと思うんですけど。いえ、イオナッサルほど好奇心を持った人も、なか、いないと思いますよ。あなたも、そうは思いませんか？そうなのかな。うん、私はそうは思えはないけど。一番自覚をしていないのは本人。というのは、珍しい話ではありませんよ。これならば、このスヒリアルクラスを持って歌魔法を使ったとき、今まで以上に威力が上がることは確実でしょう。私の好奇心が関わってるんですか？その通りです。好奇心が高ければ高いほど、未知の領域へと足を踏み入れたくなるものでしょう。それは歌魔法でも同じことです。今まで自分が感じたことのない感情の高ぶり、それにより進むことのできる、自分の限界の先にある領域、それを可能にしたのが、このスフィリアルリンクなのです。好奇心を刺激することで進むことのできる、限界の先にある未知の領域。じゃあ、その状態で法を使ったら、今までとは比べ物にならないくらい強いものになるんですか？そうです。感じたことのない気分の高揚とともに、その力を体感できることでしょう。怖い。ですか？いえ、その額です。今の自分の何倍も好奇心が強くなったらどうなるのか、今から、すごく楽しみです。ふふ。使う前からそんな状態だとすると、歌魔法を使った時にどうなってしまうのか。私も、少々楽しみになってきました。